こちらですね、高知県の安芸市の、よさこい祭り、高知よさこい祭りありまして、それがこう始まった時にみんなで踊ってた、最初の曲と曲になっております。曲も振り付けも、よさこいの、基本となっているものですので、楽しんでいただけたらと思います。ではよさこい聖地を踊ります。よろしくお願いします。では踊り子構え。1曲目よさこい成長、ありがとうございます。2曲目ですけども平野音頭よさこいバージョンを、披露いたします。こちらですね、神戸市の兵庫区平野地域でですね、平野音頭という、歌がありまして、こちら、をこの平野音頭を、曲と振り付け入れましてよさこい風にアレンジしたそんな、曲になっております。兵庫区平野の、名所、各地の名所に、注目した歌詞にも、ご注目いただければと思います。では、平野のよさこいバージョン踊ります。よろしくお願いします。では踊り子構え。では平野音頭よさこいバージョン、でした。最後になるんですけども、3曲目に踊るのが、
東神2019、こちらですね、高知県の安芸市に、安芸東神というよさこいチームが、ありまして、安芸市って言ったら高知の東の方なんですけどね、その高知の安芸市のですねよさこいチーム安芸東神が、20周年を記念した、そんな曲になっております。一生懸命、かっこいい踊りを踊りますので、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。では踊り子元気やるか。もうちょっと欲しいですね、あのイオンスタイル神戸南に、負けないようにちょっともう一度聞いてみましょう。踊り子元気やるか。はい、元気あるまで、いきます。最後東神2019よろしくお願いします。ではゼブラ軍団上等でよろしく。3, 2, 1, GO!
神戸東人でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手でお見送りください。神戸東人の皆さんでした。それでは次